先に潜入してた護衛を始末するんだよね。なんかいつもよりさ、お耳のとんがって三角なところが分かりやすくなってさ、しかもさ、このジャケットがさ、いつもよりなんか肩幅があるように見えてさ、なんか少年っぽさをアピールされてるような感じで、すごくで、いつもよりもさ、なんかちょっといたずらっぽい表情を、これ困った子だね。あれだね、短パンのこの肌との境目のところにちょっとエアブラシでボワッと肌の色がちょっと乗ってるのがセクシー。いいね。あっちゃー、へースパイみたいな。じゃあ私もまたドレスに着替えちゃおっかな。いいよ、ごめんなさい。え、着替えた方、絶対着替えるべきだし、爆弾まで大量に見つかるなんて。かわいい。ムツキのさ、ムツキがさ、あのスーツでさ、ちょっと少年っぽい感じを演出した後にさ、この結構胸元のバカッと開いたさ、なんか可愛くもセクシーかつ小悪魔感がある、こういうのを見せてくるとおじさんおかしくなっちゃうよ。